吉村良一は、日本の民法、環境法学者、立命館大学教授、博士、奈良県出身、第24期民主主義科学者、協会法律部会理事長、不法行為法及び環境法の研究で著名、特に公害と不法行為についての研究を行っており、公害被害者救済の観点から古典的な過失責任論の再評価を主張していることで、 注目される。一般的な考えでは、過失責任主義は、全近代社会にあっては、個人の自由を保障するものとして妥当であったが、近代では、被害者救済のために、例外的に、無過失責任主義が認められるようになったとされる。この立場からは、無過失責任主義は、注意しても防げない損害について、公平の見地から特別に責任を負わせるためのもので、 あると位置づけられるが、吉村は昔質責任主義はその例外性ゆえに、被害者救済の面ではあまり機能していないことを主張する。また、通説は公害を企業活動という社会的に有用な活動に、不可否的に伴う被害であり、許された危険と見ているが、吉村は、そのような公害感に疑問を呈し、公害は不可否的ではなく、 企業の利潤を減らすことなしには避けられないという程度の回避困難性の問題と指摘する。かかる観点から吉村は現在の一般的な考え方がとっているような被害発生の防止措置を講じていれば過失はないとする考え方から古典的な過失論、すなわち予見可能性の有無だけで過失の有無を判断することを主張している。ありがとうございます。